では上笠谷秋山遺跡第二次調査の今年度調査を行った7区8区の発表をさせていただきます。神奈川考古学財団の岩と申します。よろしくお願いいたします。では早速発表に移りますが、まず調査の概要については、スライドにある通りですが、遺跡の調査の方は、厚木肌の道路の建設事業に伴う発掘調査ということでスタートしました。で今年度は7区と8区を調査を行っておりますが、どちらも令和4年度から始まった調査区になります。で、8区の方は令和6年の2月15日に調査を終了して、現在は、7区の調査を行っております。で7区の方は次年度に調査を継続する予定となっております。で、遺跡の位置ですが、まず大山から流れる鈴川という川がありますが、その鈴川がかつて形成したと言われている上笠谷扇状地の台地の上に遺跡は位置しております。でもう少し詳しく見ていきますと、伊勢原大山インターがありますが、県道を挟んでちょうど反対側の方向に遺跡があります。で、東西には新東名高速道路が走っていて、そのちょうど真下に遺跡があります。遺跡の調査配置図ですが、この赤く塗られているところが今年度調査した7区8区になります。でこっちの南東側の緑で塗っている部分はすでに調査を終了しているエリアになります。で等高線上の地図で見ますと、第一の北端に位置調査区が設定されているのが分かるかと思いますが、第一の平坦面から斜面部にかけて8区と7区が設定されております。で主な発見以降についてもスライドでまとめておりますが、今年度調査した部分については、赤線の方で示しております。で今回はすべて紹介することはできませんので、8区の縄文時代後期とあとは旧石器時代について、お話しさせていただきたいと思います。ではまずは、縄文時代後期の方ですが、後期前半の約4000年ほど前の遺構遺物が確認されました。後期前半の中でも比較的新しい時期のものが顕著で、排斥遺構群ですとか土工群、あとは敷地住居などがそれらにあたります。で、今年度の調査成果をお話しする前に、昨年度の成果というのが重要になってきますので、そちらも簡単にお話しさせていただきます。でこちらは昨年度撮ったその後期の遺構群を写している写真になりますが、まずこの場所というのが、写真の上の北側の方から下の南側の方に向かって緩やかに下る地形、斜面地となっております。でその斜面地の斜面の上側には住居で、下側には排斥遺構群が検出されました。排斥遺構群はちょっと簡単に説明をしていますが、石を一定の形に並べた遺構ということで、4群見つかっているんですが、その中でも一番規模も大きくて残りが良かったこちらの J1 排斥遺構群について詳しく見ていきたいと思います。でこちらが、下のアングルから写しているものなんですが、まずちょっと写真だと分かりづらいかもしれないんですが、立っている石と横に似ている平べったい石があるのが分かりました。でこの立っている石については、こちらの左の写真は西から撮っているものなんですが、東西方向あとは南北方向に立っている石が直線的に並べられておりました。で右の写真はその立石部分を拡大した写真になりますが、見ていただくとこの立っている石が一つに対して、平べったい石を一つ置いて、でそのらの周りをやや小型の礫でくるりと囲んでいる構造が見られました。でこれを一つの単位として見たときに、それら一単位一単位を、1列もしくは2列の歴でつないでいる結果として、このような上から見ると四角形が連続するような、石の配置というのが見られました。で石 の, その四角の中の空間もですね、この上のこの辺りのように、歴で充填しているものとしていないものとがあって、非常に興味深いなと感じています。
で異物というのはほとんど出土していないんですが、と写真のでいうと上側の部分から石灯が出土しました。で今回特別にこの石灯も、展示いたしましたので簡単に説明させていただきますと、まあ漢字で書いてある通りですね、あの日本刀のような 片方に刃を持っている刀に似ていることから、まあ、石刀というふうに名前が付けられております。ただ実際、まあ、刀として使われていた道具とは現在考えられていなくて、まあ具体的な使用方法というのは実際には分かっておりませんが、まあ、祭祀的な儀礼的な道具であると考えられています。で形態的な特徴を見ていきますと、この柄頭に相当する部分が三角形状である。あとは柄部との境目には、まあ、ここのようにですね、段差が設けられていて、まあ、境がはっきりしている。あとはまた柄部のところには、浅い溝が確認できるといったものがあります。でその他には刀身部は内反りとしているんですが、写真だとこっちの下側が刃の部分に当たるところなんですが、その刃部側に緩やかに湾曲している、まあ、内反りとなっております。でこういった形態的な特徴からその、しだない型の石刀と考えられております。でこのしだない型の石刀というのは、東北地方の北部に出土例が多いもので、この石刀の特徴をよく備えていて、かつ関係の状態で出土するというのは神奈川県では初めてのことで、関東地方で見ても非常に類例の少ない珍しいものと言えます。で実際に、右の写真は岩手県の志田内遺跡から出土した石刀と比べているものですが、と見ていただくとこの柄頭の部分の形状が類似しているのが分かるかと思います。でおそらくこの上のものも含めて3つとも、欠損しているものと考えられますが、まあ、そういった意味でも、まあ、秋山の、関係で出土した石刀というのは重要な遺物であると言えます。で石刀、秋山で出土した石刀の石材についても、現在は岩手県の北上山地で採れるスレートと呼ばれる粘板岩の可能性が考えられています。でここから、今年度の調査成果の方に移りますが、まず先ほど見ていただいた J1 排斥遺構群の、石が見つかった面から、20センチほど掘削を行いました。でそうすると、写真のようにですね、土工が53基、J1 排斥遺構群とほぼ同じ位置から、土工が53基検出されました。で土工の大きさとしては長軸が160から200センチで短軸が70から90センチ、検出面からの深さが20センチとなっております。で、最終的にすべての土工を掘り上げた写真がこちらですが、こういった土工そのものの形ですとか、あとは土工の中に副葬品と考えられるような遺物が入っていることから、これらは当時のお墓であると考えております。でただ、地面を掘り込んだタイプの、まあ、土工墓と呼ばれるものが35基で、排斥墓石を使っているタイプが18基ありました。で切り合い関係を見ていきますと、まあ、排斥墓の方が比較的こう新しい傾向にありそうです。で排斥墓の形態を見ていきますと、一番多いものが左にあるような、土工の両端もしくはどちらか一方の端っこに、石が、はい、置かれるタイプが多いです。でほとんどの排斥墓にこの土工の、まあ、真ん中を通るようにやや大型の礫が置かれているというのも共通して見られました。で唯一こちらの右の写真にありますとあるんですが、 J15 号土工だけが、まあ、礫が全周するタイプの排斥墓となっています。でこちらの西から写しているものですが、この東側の方でこのように、船形土器と鉢が入れ子状に重なって出土しました。でもう少し詳しく見ていきますと、こちら東側なんですが、こちらの東側の方が若干幅広に作られているのが分かるかと思いますが、こちらに人の人体の構造的にも幅の広い肩が来ると考えられます。なので頭の方も東に向けられていたのではないかと考えています。副葬品の位置ですとか頭の位置
というのを、まあ、改めて他の土工についても、まあ、整理する必要があるなと感じています。その他には、左側にありますが、まあ、排斥が2段に重なっているタイプというのも少なくはありませんでした。であと真ん中には土器の、土工に伴う土器ですとか、まあ、石器が一緒に出土しているものを載せております。で右の方ですが、こちらは最初は、まあ、石を持たない土工墓と考えて調査をしていたんですが、まあ、最終的に掘削をしてみると、この部分のようにですね、礫を抜き取った痕跡、まあ、くぼみじゃないかと考えられるようなものもあります。でこうした、まあ、お墓と考えられる土工が53基で検出されたことで、その上部にあった排斥遺構についてもお墓に関連する施設ではないかと考えられます。次に住居の方を見ていきたいと思いますが、写真のこの中央寄りにあるのが J1 住居になります。で後で拡大したものをお見せしますが、炉から張り出し部にかけて敷石が、まあ、漢字の凸の字のような形で敷かれるタイプとなっております。でこちらの住居からは炭化物が横に検出されました。でお隣の J2 号住居ですが、こちらも同じく炉から張り出し部にかけて石が敷かれるんですが、まあ、J1 住居ほどこう大きくは張り出さない敷石となっております。で還暦方形排斥遺構が確認されると書いておりますが、まあ、小型の礫がこの住居の主体部にですね、四角く加工配置されるといった遺構なんですが、そういったものも見つかっております。で、J1 号住居の炭化物についてちょっとお話しさせていただきますが、写真だとちょっと分かりづらいかもしれませんが、ここに炉があって、その炉の奥側に1本こう横たわるように炭化材が検出されました。こちら断面を確認すると、まあ、縦に半分にした材であることも分かりました。でその他には主体部の壁際に、まあ、縦方向に、あったと考えられるような材も炭化材も確認されました。でこれらの炭化物が敷石面、当時の住居の床面とほぼ同じ高さから見つかっていることで、この炭化物についても床面を構成する施設に関連しているものではないかと考えられます。で米印のところで肌の石の稲荷遺跡の住居に類似しているとあるんですが、こちらはより良好に残っているもので、同じく炉があって、その横、奥側に1本材が渡されているというのが共通性の見られる住居が肌野市で見つかっております。時期的にもほぼ同じ住居で、当時の住居を考える上で重要な類例になるかなと考えております。で、こちらの方が先ほどご紹介した炉の奥側に一本横たわっている材の断面の写真ですが、見ていただくと、丸太一本そのものではなくて縦に半分にした材であることが分かるかと思います。でこちらは、この面が床面になるんですが、その床面に、垂直方向に、材の繊維が走る、そういった材も確認されております。で出土遺物としては、土器片はいろいろあるんですが、その中でも中高土器2点を写真で載せています。注ぎ口がついている土器で、現在でいうと急須のような形をしている土器になります。でこちらの左側の写真がですね、住居の入り口に近いところで、右側の写真、中古土器については住居の主体部の奥にあって、位置にも対照的だなと感じているんですが、文様に着目してもですね、こっちは直線基調の文様で、こっちは円基調の文様って、ちょっと写真分かりづらいかもしれないんですが、円基調の文様になっていて、対照的になっているのも、面白いなと感じています。で次に、その J1 号住居の東側で検出された J1 号石列についてお話しいたしますが、検出された当初は、今のこの写真にあるように、やや雑然と礫がなんとなく列状に並んでいるような検出状況だったんですが、これを調査進めていきますと、排斥遺構
先ほど見ていただいた排斥遺構と同様の構造が見られました。でこの後詳しく見ていきますが、この石列の上の方、写真の上側にですね、敷石住居が半分見れて、検出されているんですが、これは1段階古い、住居と考えられるもので、その住居を壊して石列が作られていることも分かりました。で、詳しく見ていきますと、明確に離石と言えるようなものは4基あります。でこの一番左端のものを拡大したのが右の写真ですが、先ほど写真で見ていただいたように、離石、こちらが離石1つに対して、平石が1つ置かれて、でそれらの周りを小型の礫で囲むといった全く同じ構造が見られました。でここにあるのが隣の離石なんですが、それを2列の2つの礫でつなぐというのも非常に共通しているなと感じています。で排斥遺構と同じ構造を持っているということで、下層に土工がないかは注意を払って調査をしましたが、今回は確認はできませんでした。で縄文時代の方を簡単にまとめますと、4000年前の遺構が多数確認されました。で繰り返しになりますが、斜面の上の方では住居域で、斜面の下の方ではお墓と考えられるような土工ですとか、排斥遺構群が見つかっております。で排斥遺構自体は関東の群馬県などでも見つかっているのと、あと出土した石灯についても東北地方とのつながりが考えられますので、広い視点での研究というのが今後課題かなと感じております。では次に旧石器時代の調査についてお話しさせていただきます。縄文時代の調査が終わると旧石器時代の調査に入るんですが、旧石器時代の調査についてはいきなり面積全面的に調査をすることはしないで、この写真にあるようにですね、試し彫りのような形で調査口を設定して掘削を行いました。で調査口は縦が2メートル、横が2メートルで深さも2メートル、そういったものを入れて、異物があるかないかを確認しました。で最終的な、調査口掘削の終了した前景写真がこちらになります。で、掘削をしていきますと、異物が出土した調査口というのが何箇所かあるんですが、でそれについてはこちらの写真にあるように、ここがもともとの調査口の範囲なんですが、異物の出土状況に合わせて、それぞれ拡張をして掘削を進めていきます。で、掘削をしていくと、こっちの右側にあるように竹串が、異物が出土した場所を示しているんですが、足の踏み場も ないような、それぐらい出ているところもあります。で、こちらが最終的な石器のピークを写している写真になるんですが、赤い竹串で示しているところが石器が出土している地点になります。でローム層がこう上から名前が付けられているんですが、上から L1S で B0、L1H と続くんですが、秋山遺跡の場合はこの L1H 層、相当層の上層の方から石器がポツポツ確認されて、で下層に行くにつれてこのような形で異物の集中のピークを迎えたというような状況が確認できました。で、最も多い石材としてはガラシ質黒色安山岩なんですが、その他には黒曜石ですとか凝灰岩、チャートなども見つかっております。図面はちょっと後で拡大をしますが、まとめたものが全体的にな図面を載せております。で、L1H 相当層の下層から、異物ですとか炭化物を確認することができました。で資料の作成した段階では4600点と書いているんですが、最終的には5000点近く出土しました。
で歴群とされる、まあ、食べ物の調理をした痕跡と考えられるものも、まあ、3群確認することができました。で拡大したものがまず北側を拡大している図面がこちらですが、と緑の点が炭化物の出土している位置を表しております。で青が石器になります。でこのベントニッテしているところは、過去に調査しているところの図面を合わせているので若干ちょっと判例が違っているんですが、まあ、このベント2としているところでも石器は確認されております。で見ていきますと、まあ、石器も出ているんですが、まあ、炭化物が集中しているのが分かりました。で炭化物も見ていくと、まあ、1センチを超えるような大きいものもありますので、今後は年代測定ですとか、まあ、可能であれば、まあ、木の種類を調べて、まあ、樹種同定などの分析を行いたいと考えております。でこちらは、調査区の南側を写しているもので、この秋山効果22区と4区はすでに、調査を終えているところの図面を合わせております。でこちらもちょっと若干判例がずれていて、8区の方は青が、石器で緑が炭化物で変わらないんですが、ちょっと若干ずれております。で南側では対照的にですね、特に石器の方が集中しているのが分かるかと思います。で槍先型戦闘機、ほとんどが白片石器なんですが、槍先型戦闘機と、考えられるような遺物が20点ほど出土しております。でその戦闘機の未製品ですとか、あとは戦闘機を、まあ、加工する際に発生する、まあ本当に小さい石器なども多く見つかっていることから、この製作種というんですが、まあ、槍先型戦闘機を集中的に作る場所であったと考えられます。でこちらが、出土状況の写真になりますが、まあ、L1H 仮想を中心として出土した槍先型戦闘機がこちらになります。で調査区の北側の方ではこの L1H の1個下の B1 層というところからナイフ型石器、黒曜石のナイフ型石器が出土いたしました。で装着例をちょっと挙げているんですが、戦闘機もナイフ型石器もその木の先端につけて使うタイプの狩りをするための道具と考えられます。でその他には、左側にあるように、まあ比較的大型の縦長白片、槍先型戦闘機の素材になるようなそういった石器も近いところで2点、出土しているものもあります。で、右側の方は、炭化物の出土状況の写真なんですが、繊維が分かるくらい良好に残るものもありました。で歴群についてですが、写真だとちょっと大きさが分かりづらいかもしれませんが、石の大きさ自体は手のひらに乗るくらいの大きさで、それらが10個程度近い位置にまとまっているものになります。で中には熱を受けてボロボロになったと考えられるものもあって、そうしたことから食べ物の調理ですとか火の使用が想定される遺構になります。で、L1H 仮想の石器群の調査を終えて、その下にさらに仮想に異物がないかの確認をするために改めてその下がった面から深さ2メートルの調査口を設定しました。で、掘削ここが29番がここにあるんですが、拡大すると、このような形で、5点が仮想から5点の石器が出土しました。で総意としては B1 相当層の仮想にあたるんですが、掘削を始めた L1H 仮想のところからだいたい80センチほど掘削したところで石器が5点出土しました。でここについては、周辺来年度ですね、改めて範囲の方を決めて調査をする予定となっております。で、今後の課題ですが、縄文時代についても旧石器時代についても、基本的な整理作業を見越した基礎的な情報の整理というのが
今後必要になってくるかなと思っております。特に縄文時代後期については排斥以降の位置と、あとは土工の位置関係ですとか、あとは土工については新旧関係、あとは写真で見ていただいたように埋葬された人の頭の位置ですとか、中に入っている服装時の位置関係なども改めて整理する必要があるなと感じています。であとは J1 住居の炭化材ですが、年代測定と樹種同定の方は必須かなと考えております。石塔についても、現在はですね、詳しい方に一度見ていただいただけでちょっと終わっているんですが、石材の産地のより専門的な分析というのも必要だと感じております。で、旧石器時代についても図面ですとか測量データの整理というのが必要になってきます。あとは炭化物、同じく炭化物の年代測定と樹種同定の方も可能なら行いたいと考えております。で、すみません、最後にちょっと宣伝になるんですが、昨年度の秋山遺跡の、縄文時代後期の、縄文時代後期の遺構についてまとめた動画というのが、財団のYouTube チャンネルの方にアップされておりますので、こちらもですね、今回もし興味がある方がいらっしゃれば見ていただければと思います。すみません、発表の方終わります。ありがとうございました。ご質問ありがとうございます。自分の方でもまだ類例を集めている段階で、調べている段階ではあるので、はっきりお答えすることがちょっと今できないんですけれども、まずちょっとその類似点についてはちょっとすみません、今のところでは分かりません。あとは全国的なその排斥移行については関東ですとか、あとは長野県ですとかでも排斥移行というのは見つかっていて、あとは東北の方では、少し話題になりましたが、環状列石とか、位置を使った遺構というのは見られるので、東日本の方では、石を使った遺構というのは共通して同じ時期に見られるのかなと思います。すみません、以上になります。